ビーガーは、ドイツ民主共和国で開発された一連の自動火器で、ある。ソビエト連邦で開発された AK-74 を原型とするが、西側諸国で一般的だった 5.56X45mm ナトー弾を使用した。標準的な突撃銃型のほか、軽機関銃型、狙撃銃型があった。ビーガーは、ビッサとジャーマニーを組み合わせた子で、 製造を行ったビーザ機器工具人民公社に由来する。エルツ産地、ビーザで製造された重機には900番台の投資番号が与えられており、加えて910番台は 7.62X39mm 弾使用、920番台は 5.45X39mm 弾使用を意味した。ビーガー940は920シリーズに基づき、 独自設計された自動火器であり、主に海外輸出向け製品として扱うことが想定されていた。ビーガー940の設計は920シリーズに改良を加えたものであり、NATO 仕様の 5.56X45mm 弾を採用していたほか、3点バースト射撃が可能となっていた。新型の樹脂製ハンドガード、消炎機、 東ドイツ方式の重傷、透明な断層などが外見的な特徴である。5.56X45mm 弾仕様の設計はドレスデン中央研究技術局人民公社にて、一匿名称956号として実施されていた。ビー九百942は少なくとも5種類の派生型があり、いずれも940番台の投資番号が与えられていた。 STG-941 は木製または樹脂製の重傷と備える標準的な突撃銃モデルである。STG-942 は金属製折りたたみ重傷を備えたモデルである。これらの突撃銃モデルは共に 415mm 重心を備えていた。STG-943 は 317mm の 単重心と金属製折りたたみ重症を備えたモデルである。LMG-944 は軽機関銃モデルで 500mm 超重心と2脚を備えていた。PG-945 は狙撃銃モデルで超重心2脚テレスコピックサイトを備えていた。なお、940は一連の自動化器システム自体を指す数字とされていたため、 これが投資番号として与えられた銃器は存在しない。1981年、東ドイツは AK-74 国産化に向けたライセンス契約に関してソ連邦側との交渉を開始した。当時、東側諸国では AK-47 と赤ムのライセンス生産が盛んに行われており、これらの外国製モデルの流通はソ連邦製。 カラシニコフジューの市場価格低下を招いていた。とりわけ、東ドイツは単独で全世界のカラシニコフジュー生産のうち3分の1近くを担っていたため、AK-74 のライセンス契約にあたっては、国産モデルの輸出を禁ずる条項が加えられた。しかし、武器輸出は東ドイツにとって重要な外貨獲得の手段であり、この制限を回避して、 輸出を継続する方法を模索した末、国際的な需要が見込まれる西側製5 5 6 x 4 5ト、mm、ル弾使用モデルの新規設計を決定したのである。一連の自動化機シリーズの開発及び量産準備は国際貿易省の部局である販売調整局の主導のも1985年から行われた。当時のここ局長は、 アレクサンダー・シャルク・ゴロトコフスキ MFS 大佐だった。また、プロジェクトは、ここ第2局の関連企業、国際計測機出入者に支援されていた。アイムズは、主に重火器や軍事品の取引を担当していた企業であり、当時の MH 通商政策部長は、同社社長を兼任していた。さらに、国家保安省の武装、科学機材部門もプロジェクトに関与していたという。 製造を受け負ったのは、エルツ山地のビーザにある、ビーザ機器、工具人民公社であった。同社は東ドイツにおける、唯一の消火器最終組み立て工場であり、個々の部品製造を担った、ズールの工場からほど近い位置にあった。1988年9月、ビーガー940シリーズの本格的な、性能試験が、ブランデンブルクの第二ロケット技術基地にて開始された。 試験チームは国家人民軍所属の注意1名、歌手官3名の4名から構成されていた。試験のために4丁の STG-941、3丁の STG-942、3丁の STG-943 が使用され、3日間のうちに2000発程度の発砲が行われた。この中で高い信頼性と LK-74 に、 匹敵する射撃精度が認められたほか、重心の魔耗もほとんど見られなかったという。報告書の中では従来通りの戦術的運用を想定した際、汚れに対する強さや高い精度、また、使用方法が従来の突撃銃と大きく変わらない点などが好意的に評価されていた。一方で交差が小さく部品が密に組み立てられていたために清掃が行いづらく、 分解時にはペンチで引き抜かねばならない箇所があったという。ビーガーの初年度調達数は10万兆を予定し、以後は年間20万兆が目標調達数と定められた。本格的な生産は1991年から行われる予定で、年間輸出額は48万登マ丸クと想定されていた。売り込みも積極的に行われ、 1988年秋には12カ国がビーガーの購入を決定した。先行生産分の6000兆はペルーやインドなど購入を検討していた国へと試験目的で輸出された。後にペルーには STG942 を2000兆、インドには STG941 を7500兆輸出したと言われている。しかし、 ベルリンの壁崩壊や民主化機運の高まりなど、情勢の変化は、個々の予想を大きく裏切った。1990年6月には、ズールの部品工場が閉鎖され、1990年8月には、ビーガーの製造が中止された。そして、同年10月には、ドイツ再統一を迎え、東ドイツは崩壊することとなる。東ドイツ政府の法的な後継者とされた、 ドイツ連邦共和国政府は、それまでに結ばれていたウィーガーの契約をすべてキャンセル、した上で医薬金を支払った。そして統一ドイツではすでにヘッケラ国保射性の 5.56mm 小銃が普及し、輸出も盛んに行われていたため、ウィーガーは必要とされなかった。1992年には、ドイツ国内に最後まで残されていたウィーガー6 0長が廃棄された。 断層などの余剰部品は、連邦政府によって売却され、民生重機市場などに流通することとなった。s t g 9 4 1及び942は、およそ1万兆が製造された。s t g 9 4 3は1989年に、国家人民軍での試験を目的に4兆のみが製造された。 また、スチール製薬鏡を備えた 5.56X45mm も1989年から1990年まで、テイニヒスバルタの機械工作人民公社にて生産されていた。アメリカのインターオードナンス社では、後に STG-941 をコピーした STG-2000C シリーズを製造した。ありがとうございます。